ずイメージしてもらいたいのは、人間が歩くとき、普段生活しているときに歩くときの動作を思い出してください。右手が前に出るときに左足が前に出ていく、左手が前に行くときに右足が前に出ていく、そういう動作の繰り返しで人間は歩行しています。で、その時の目線です。目線は一点をしっかり見て、自分の進む方向に目線を合わせて歩いていってると思います。その動きをスノーボードでやるとこういう動きになります。目線をしっかりとキープして顎を固定します。そして手を振って腰をねじる動作を入れていくと、今見たように右肩が前に出ていく、左肩が前に出ていく、その動きの連続で板が動き始めます。この動作をスピンの時に応用することができます。目線をしっかりと回転方向に送り込み、肩を回す動作、戻す動作を連続で行うことで、板を回すことができるようになっていきます。この動作しっかりとイメージしてあげてください。ゲレンデの平らなところで練習をしておくといいと思います。はい、この時の練習するポイントは、まず目線をロックする。その時に足元を見ないようにしましょう。足元を見てしまうと顎が下がり、腰が折れ、回した時にトゥーエッジが雪面に刺さってしまいます。自分の足がどう動いているかを気にするよりも、軸がしっかり立っているかな、そこにね、集中してあげるようにしてあげてください。最初やった飛ばずに練習する。上半身の動きが非常に大切になってくるので、上半身の動きを先に理解するようにしてあげましょう。